手話部の相手選手の斜め後ろに立つという原則についてですが、具体的に、何メートル以上などは決まりますか？手話部のっていうか、サッカーの原則だと僕は思ってますけどね。ユナイテッドとか全部、マドリードとかうまくいかないときにそうなってるから。サッカー界の原則ってことで、うまくいってるチームの間で教えてますけど、何メートルっていうより、ボールホルダーに近い相手の、近い敵の斜め後ろ。で、ラインを越えられるとこ。だから、越えられて、で、前向けるとこ。例えば、これでさ、この斜め後ろって言ったら、ここも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 あるじゃないですか。なんだけど、まあ、こうなってて。なんだけど、近すぎると、ボールの移動中にこの人来るでしょ。で、逆に、遠すぎると角度がなかったり、移動した先でこっちの人来るでしょ。ってなると、この×印の中では2番目のとこだよね、みたいな。そういう感覚です。で、これが一歩二歩の差で全然変わってくるから。キーパーいます。相手のプレッシングいます。その時に、まあ、横つくのはエスケープって言ってるんだけど、エスケープがあって、で、ここ、キーパーから見て、一番ボールに近い時の斜め後ろって言ったら、まあ、こことか、こことかになるけど、こっちは、こうボールが行ったとこ、こういうパスはないじゃん。だこういった後にもう、ここはポイントにならないから立ってる必要ないみたいな。ただ、入った時に、この人の斜め後ろはこことか、こことかになるか、こことかになるんだよね。で、キーパーからしたら一番近い敵の斜め後ろ、こことかこことかになるから、ここに立つ。そうすると、ツートップが閉じるからこっちも行けるし、閉じてなかったらいけばいいし、みたいな。で、これは、まあ、僕自身も一緒にプレイしてて、まあ、ちょっとずれちゃう時あるし、あと、ここに立つだけじゃなくて、ここに立つ上でもう一個意識すると、もっとプレイが良くなる、まあ、思考のメカニズムあって、まあ、それとか話しちゃうとね、ちょっと教えすぎになるんで。なんで、その辺は、まあ、入るとわかるんで、ね、毎週、週休学とかこういうのでやってるんで、よかったら入ってください。みたいな感じでありがとうございました。今後とも、レオザスポーティビよろしくお願いします。ね、最後まで見てくれてありがとう。